左からのコース争いですが、まずは1、2、3、4、6、6号艇の田村ブロックされまして、5号艇の篠崎元志が遅れました。早々と1、2、3、4、6と5艇がスタートライン上方向。今年は新世代の活躍もありました。ベスト12名による1億円争奪戦は今年が最後。2013年のボートレース界はこれにて完結の、いよいよ頂上決戦の第28回の賞金王決定戦一分審回転を始めました。辺り一面もだいぶ暗くなってまいりまして、穏やかな競争水面。1、2、3、4、6、ダッシュが5でしょうか。インコース1号と池田、エンジン全開で2年ぶりの V2 に王手。そして2号艇の中島康平、賞金王決定戦2000入賞の V2 なるか。そして3号艇の新田芳生、初出場で一気に頂点へ駆け上るか。4号艇の仏島誠、初出場で初 V の快挙なるか。そして6号艇の田村貴信、今回トライアルを盛り上げたトリックスターの初 V なるかで、5号艇アウト短期篠崎元志が昨年はシリーズ戦、今年は決定戦 V なるか。さあエースモーターの池田が賞金を V2 か、中島が3年前の再現か、新田仏島初出場初 V の快挙か、それとも篠崎と田村の初 V なるか。今年はフレッシュな顔ぶれの頂上決戦第28回の賞金王決定戦5対1、1番2番3番4番6番5番、今スタートしていきました。さあ1億円レースのスタートはインコースから1号艇エースモーター人気の中心池田浩二がトップスタートを決めた。まずは2号艇池田浩二、刺してくる2号艇真ん中の3号艇で後方から6番4番5番ですが、さあバックスイッチは陰線から踏ん張った1号艇の池田浩二、人気の中心が賞金王 V2 へと向かって、先頭 SG9 回目の V へと向かっています。そして2番からすでに2号艇3号艇大1番は1番人気か2番人気か、なおスタートは正常でした。ラインタンマークはトップで1号艇人気の池田浩二、2番からすでに2号艇外をつくる3号艇ですが、ここで2号艇の中島康平が振り切った。3番手3号艇の新田芳生、人気どころで1号艇3号艇レースは2周目へと入ります。先頭には完璧な引入を披露しました池田浩二が2013年の頂点へと向かっています。2番手には2号艇の中島康平、2番手争い競り勝って、3番手からまず先頭3号艇の新田ですが、ラックスに入っていますが、上位からの1号艇2号艇3号艇内役3艇のスロー勢、後方は水が相手4号艇5号艇6号艇の順、大一番頂上決戦は枠番通りの順で1号艇3、4号6となっています。ラインマークを回って直線コースへと入りますが、先頭で1号艇さあ2番手2号艇振り込んだ、後ろから3号艇4号艇5号艇ですが、危ないところでしたが、上位変わらず本命の1号艇3で最終周回へと入ります。さあ今年のナンバーワンレーサー、今年の1億円、今年の頂点は1号艇のエースモーター池田浩二、今最終周回で出したマークを回って最後のバックスイッチへと入ってまいりまして、2番手に2号艇の中島、3番手は3号艇が向かって日体をして、最後のバックスイッチは1号艇さんです。さあ今年はボート界のブルーインパルスが2年ぶりのナンバーワン回復先で、今回も圧勝の賞金を V2 達成。今年は強い池田浩二が他を圧倒しての2013年の頂点、見事他を寄せ付けない完璧なインリゲ、エースモーターのインリゲ圧勝、まさに1億円のインリゲとなって1号艇3艇まもなくゴール、優勝1号艇池田浩二、ゴールイン賞金を追いつつ2番ゴールイン、3番4番ゴールイン、5番ゴールイン、6番がゴールイン。